こまちです。今日は、ネオ縄文ってなんじゃろ、そして、水亀座の時代って何というですね、このネオ縄文イコール水亀座の時代っていうのを私は今まさに、日本各地をですね講義して、まあライブも一緒にやってるんだけど、言って回ってるあの内容なんですね。でこれは説明していくと、まあ、あのすごい詳細な説明はちょっと講義を見てあの感じてほしいなって感じなんだけど、あの簡単に説明すると、まあ、縄文時代ってですね、あの今の時代と違って社会のこう仕組みとかこの構造ですよね、社長、部長、課長みたいな、あの上から三角形になってヒエラルキーっていうんですけど、そういうものがなくて、あのまだそれが作られる前で、みんながそれぞれがあの平等であの個性を持って、その中集まりでみんなで協力していく社会だったっていうふうに言われてるんですね。でそれがすごくあの1万年以上なんか大きな争いがなかったことだったり、あのそういうことにすごくつながってるっていうあのお話で、私はすごい縄文って素晴らしいなって思ってるんですけど、でそれがなんでこの水亀座なのってね、はぁって感じだと思うんだけど、まあ、その私がやってる占いですよね、ホロスコープですよね、まあ、占いっていうかもう本当そのホロスコープを元に結構トレンドがね決まってたり、世界のトップの人たちがホロスコープを結構重要視して、要は宇宙のサイクルの話だから、それに従ってやっぱり動いていくとすごい、ね、成功つかめやすいですよね。なのであのすごくあの面白いあのジャンル、もう私は学問と言いたいですけども、まあ学問なんですけども、まあ、そのホロスコープ鑑定士やってるんだけど、そこからですね、その水亀座というテーマにこれからの時代が水亀座っていうテーマの時代になっていくっていうふうにね、その界隈では言われておりまして、まあ、その水亀座って何なのよっていう話だけど、そのテーマが自由とか平等、博愛、友愛、それから独創性、アイディア、個性とかきらめき、でそこから革命っていうものだね、あとは情報、一番大事なことコミュニティね、そして仲間、インターネット、そういうことが、水亀座のテーマっていうかね言われているんですけど、まあそういうことが大事になってくる時代が来るっていう感じのお話なんですね。で今までのその時代ってどれぐらい続くのっていう話なんだけど、まあ水亀座がに、まあ、春分点ってものが移ってきて、あの世界あの世代が変わると言われてて、もう実はですね2000年に移っております。キリストが生まれたね、もうちょうど00年ですね、もう00年からもう2000年までの間は、で一つの時代、そして2000年から4000年までのこの2000年間が新しい時代と言われていて、それが水亀座がテーマなんですよね。ということでその水亀座、やっぱりさっき言ったコミュニティ、インターネット、これはすごくもうテーマ、もちろんみんなもうねあのほとんどの人は気づいてるかもしれませんけれども、今までみたいに何かを信じてたら間違いないみたいなものがもうどんどんなくなってくるんですよね。もうみんな分かってる人も多いと思うけど、それがやっぱり自由と平等ってものにどんどん結びついていく。例えばさ、政府とかもさ、昔はさこういうさあの政府がこういうことを隠してるとかっていうのもさ、あの私は結構本読むのとか好きなんで、あそうなんだとか思ってですね、まあ、2000年前後ぐらいからあのもうちょっと後かあのそういう本読んだりして、あなるほどなとか、こういうトリックで騙されてるんだなとかね、そういうこと分かってたけど、そういうの読まない人は分からなかったじゃないですか。でももう今もう毎日 Facebook 見たらですね、そんな情報が上がってきたりとか、まあフェイクニュースな時もあるんだけど、まあ、その辺は自分でね自分の感覚でちゃんと精査していかなきゃいけないんだけど、もうそういうことがどん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 当たり前になっていくと、そうするとやっぱり自由平等、そういうね社会になっていくあのですよ。
三角じゃなくてね、円形の社会になってる。それ縄文じゃんっていうのが、あの私の意見。それで縄文を前から推してるんですけども、まあだからその人間、あのまあ本当はオーストラリアにもアボリジニーがいたりですとか、あのアメリカにもネイティブアメリカンがいたりですとか、もうそういったもうあの古代のね、知恵に、知恵とか生き方っていうのに、ね、どん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 見習っていかないと、そういうのをあの新しい時代に逆に乗れない。だから古いんじゃなくてもう最先端なんです、縄文が。 J-O-M-O-N 縄文、これがもう最先端ですので、まあそういったことで、このチャンネルでもね、いろいろ新しい縄文ね、これ本当に縄文時代に戻りたいって言ってるわけじゃないんで、新しい縄文的感覚を持った何かをですね、発信していく、チャンネルにしていこうかなと思っております。というわけで、水亀座の時代イコールネオ縄文時代ということで今日はお話ししました。こういう話を詳しく聞きたい方とか、あと質問ある方とかですね、ぜひ私の講義&ライブ、2020年は全国でやっていこうと思ってるんで、うちの県に来てくださいっていうお誘いでもね、もちろん直接 Gmail とか Facebook の方に送ってもらってもいいですし、ぜひ生で講義、そしてライブでね、また縄文をお届けしてますんで、なんだろうこの縄文感覚ってどんなもんなんだろうなと思う方は、ぜひ遊びに来てくれれば嬉しいです。ということで今日もありがとうございました。小町でした。バイバイ。